はい、おはようございます。あ、おはようございます今日はちょっといつもと格好が違って、はい、もう作業しますよみたいな、はい、とことん汚れてもいい格好で、ね、はい、ということで何度かね、この間もモルタル作りでお邪魔させていただいたんですけど、はいはいはい、今日はちょっと大きいサイズというか。そうなんです、リアルのサイズで入り口をこう作ったので、うん、この入り口のところに石を積んで石の階段があるっていう風な風情を作ろうと思って、今この門柱に合わせて床を作ってるところなんです。なるほど、はいはい、今これもモルタルで作った壁なんですね、はいはい、ここはね、もともと裏に回ってもらうと分かるんですけど、輸送用のコンテナを荷物置きに置いていたんです。なるほど。で、それを隠すために壁を作って、ここにまた一個風情を作ったっていう、こう足元がこう見えるのでね、壁と足元っていうのはセットなんですよ。でそこをこうつながるように作っておくと、写真を撮ったりするのにも綺麗やし、イメージがね出来上がるっていうことで。あと一つちょっと気になったのが、はい、今なんか骨組みみたいな見えますけど、はいはい、あれは何ですか？ここも入りました、中が花の谷オールドビレッジですっていうことが分かるこう仕切りとして、ここに今屋根のあるところに向かってアーチをかけようと思って。なるほど、はい、その土台をこう溶接でちょっと作ってるところなんです、はい、じゃああれがちょっと円形になってて、はい、アーチになって、はい、今それの骨組みという、はい、じゃあちょっと、はい、しばらくちょっと撮影させていただいて、はい、ちょっとこのサイズのモルタルがどういうふうにできるのかっていうのをちょっと取材させていただきます、はい、じゃあこれで今下地ができたところなんですけど、ブロックで階段のようなものをこう積んだところに、セメントと砂とセルタルっていう樹脂系の価値のですね、はいはい、あれを入れて、それにさらにもうちょっと強度を持たせるためにガラスの繊維のようなものをこう足したものを下地で形を作ってしまってあります。で2週間ぐらい乾かしたところです。これで骨組みがこうできたので、造形のモルタルを今から塗って、そして形をきれいに石っぽく作るっていうところを今からしようと思っているところです。板はね、ここの角になってるところがこう胸にくるようにこういう風に持つ、はいはい、よいしょ。じゃあ歩けるところからこっちから行こうかな。これは塗るコツなんかあるんですか？これね、こう取るときにこうちょっと胸の方にこれを通して。ああ、なるほど、はいはい、手を取りやすいですから、手首を折って乗っける感じでそのままペタンと、はいはい、気持ちいいですよ。気持ちよさそうですね、うんうん、でどん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 これをこの造形用のモルタルっていうのはこの目が細かいですから、だから塗っててもとても気持ちがいいんですよ。これガラスの繊維が入ると強くなるっていうのはどういうあれなんですか？繊維が絡まって割れにくくなるっていうことです。まあ前おっしゃった骨材の中にそういうのを、はい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 、じゃあそういう何を使うのかによって強度ってだいぶ変わるんですか？そうですね、で硬いとか強いっていうのと割れないっていうのとまた違いますから。なるほど、うん、硬くても強くても
割れないようにそういう繊維のものをこう入れておくと割れにくくなる。なんか美しいですね。もういやほんま今ね DIY が本当に流行ってますからね、はい、こういうのやっぱりちょっと真似して自分でやりたいっていう。そうで、こんなのは男の仕事やと私も思ってたんですけど、意外にやってみたらできるもんやなっていうのがね。それもモルタルの魅力なんですかね、はい、で人にやってもらうとやっぱりなかなかこう思いが伝わらないんですよ。ここはちょっとこう丸くしてとか、ここちょっと角立ててとか、はいはいはい、そういうちょっとしたことで風情が劇的に変わるんですけどね。そういう細かいところも自分でやれば好きにできるし、自分の思うようにこうできるっていうところが、いやこれは面白いですね、はい、それが私の造形の始まりっていうか。結構ね見てる分には簡単そうに見えるんですけど、はい、簡単ですよ、私でもできてるんだからでも前回サトシがお邪魔してモルタルの塔を作った時にかなりテンション上がってましたから。そうですよね、やっぱものづくりって楽しいですよね、うんうん、そうですよね、ぜひやってほしいですね。そうです、これはある程度、はい、塗装技術があれば、はい、結構いろんなものを再現できたりするもんですか。そうなんですよ、石なんか一番こう再現しやすいというか、あんまり石のイメージがなくて、うん、本当になんかモルタルといえばレンガかどうかみたいな。レンガとかね、漆喰とか、そうですね、そんなのが多いかもわかりませんけど、でもね、かっこよく作ろうと思ったら石かな。へー。で、あ、そうそう、この間も言いましたけど傾斜って言ってね、はい、砂の目の細かいやつ、はいはいはい、うん、白いやつ、はい、それを使うんです普通の砂だけでするともっとザラザラっとした感じになるっていうか、レンガなんかはそれでもいいんですけどね。柔らかいセメントやから、このモルタルなので作りやすいですよね。でこれで出来上がりじゃなくってこれを、はい、こう削っていくわけです。あ、なるほど、うん、これ乾燥してから、うん、そのタイミングがまたあるんですけど、削っていってよりリアルな石に近づける、うんうんうん、その削るっていうのも初心者でもできるんですか。そうですね、こうするとこう見えるっていうそういうところをちょっと結構初心者でもタイミングがあるんですよ。なるほど、まだ柔らかいうちにしないといけない作業と、 ある程度固まってからしかできない作業と、そこを逃すと誰がやってもあんまりうまくいかなかったり。なるほど、そのタイミングでしさえすれば誰がやってもうまくいったりっていう、これだと家に庭あってなんかロックガーデン作ってみようかなとかも、本物の石じゃなくてもね。そうですよね、うん、面白いですね、モルタルで再現する、うん、だからまあちょっと狭い場所とかね、うんうん、そういうところにでもこう自分の思うことがこうできるっていうところが本当にモルタル造形のいいところであり面白いところですよね。なんか子供の頃泥遊びって楽しかったですよね。いや楽しかったね、ドロンコでなんかね、うん、団子みたいに作ったり、うん、でこの手触りっていうかそういうのが気持ちいい、ああいう感じでもこのサイズでもやっぱり女性の方でもできるっていうのを知ってほしいですね、うん、大きいサイズって楽しいですよ、達成感も抜群にあるし、庭の一部を形作りたくて私はこうやり始めたのでね、だからこういうサイズばっかり最初やってたんですけど、
じゃあほら、この間ちっちゃいもの作る時にちょっとハケで叩きましたよね。そんな感じで、これもそうするとほら、ちょっとなんか風情が石っぽくなりませんか。あ、なるほど、うん、これもいろんなあのブラシを使って、まあ、こういうアイデアをちゃんと知ってるとうまくいくんですね、うん、そうですよね。ここの先に玉を育てとくんです。え、なんすか。ちょっと見せてください。これどうなってるんですか。元はこんなんですけどね、これがだんだんとモルタルがこうくっついてひっついて玉になっていくと、こっちで叩くのとこっちで叩くのとではまたちょっと風情が変わるんですよ。面白い、うん、この穴の開き方が変わってね、いろいろなのがあると、あの均一にならない。均一になると包装紙みたいになってしまうでしょ。ブラシを育てる発想なかった、うん、へー。あ、もうこれだけでもなんかちょっと 質感が変わってきましたね。で、うん、でここにちょっとこう入れるとこっちは粗いのに対してこれほら細かいでしょ。なるほど、うん、ちょっとそういうところをこう作っておくとこれで随分風情がちょっと本当ですね、変わるでしょう。一通り濡れた感じですか。うん、さっきから3時間ぐらい経って少しこうモルタルが固まったのでね、じゃあ今度は次にこのぐらい固まった時にできる作業をしていきたいと思います。こう最初全部つなげてこう作ってあったのを一個ずつの石っていう風に見えるようにこう切り目を入れて、それぞれがこの石っていうのはどっち向いてこのつながってる下のところがどうなってるのかなっていうのを想像しながらこの際のところをこう切り目を入れていきます。なるほど、うん、例えばこの石っていうのはこういうふうにこう奥にこういう平たい石がこの上に乗ってるわけですよね、はい、そしたらここのところはこういう向きに切れ目が入ってるはずですよね。だからこういうふうにここ切り目をなるほどあるなっていうのがこう分かるようになる。ちょっと今だから影ができたのが、はいはい、奥行きができたから、はいはいはい、この奥でこうつながってる、うん、でもこっちの石とこっちの石はここで分かれてるんだよっていうふうに入れていくわけです。今ほらこれ一つになっちゃってるじゃないですか。これ今くっついてます、ね、くっついてますよね。ここにこう切り目を入れてちょっとこういう感じにこう。なるほど、うん、していくと奥の方でつながってますよっていう感じに。分かりました、うんうん、ちょっとポリポリと取ってやって、ちょっとこのデコボコもリアルに、うん、はいはい、でこっちがゾリゾリとこうありながらこっちもこうゾリゾリとこうするとここのほらここが際がはっきりと立ちますよね。本当ですね、うんうん、面白いな。これでまた鳴らして、はい、つながるようにこう、ここなんかもほらプッとちょっとこう膨れてちょっと出てますね。なんかこれコテの跡っていう感じに見えますよね。なるほどね。こういうところをスッとこう取っちゃって、うん、取っちゃって強く叩くとここの角が落ちてしまうから、強く叩かないようにしながら、ここの際をこの尖りを出してやるとちょっとかっこよく見える。なるほど、うん、これは造形用のモルタルを塗って、はいはい、この削り作業するっていうのもやっぱりタイミングが大事なんです。
そうカチカチになってし明日になったらもうあのこれで叩いてもこう跡がつかないぐらいになってしまうので、ね、なるほど、はい、じゃあその限られた時間のタイミングで削るというのが大事、はいはいはい、さっきまだ塗ったばっかりの時だったらふにゃふにゃだったのでこれをこう強く入れるとぐにゃーっとこう曲がってしまうわけですよ。で形がだらーんとこう、こうたわんだようになってしまうとちょっとかっこ悪いのでそれで3時間置いてこう固まるのを待ってたわけです。だからモルタルの都合に合わせてこう仕事をしないといけないからあのうっかり夕方にこう仕事をしてしまうとヘッドランプをつけて夜中に作業しないといけなくなったりするからそのスタート時間も大事なんですね。そう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 、うん、それをよく計算しながらやる。計算間違えて夜中にしたことあります。今このスペースっていうのは飾り用なんですか、うん、それとも実際にこれ実際に、ここに、はいはい、歩いたりちょっと座ったりできるようにあのそういう共同に作ってます。これはだから土台にコンクリートブロックと材料もきちっと強度があるやつにしてるってことですね。だから経験を積めばどれぐらいの強度かも分かってくるんですね、はいはいはい、それに合わせて要はあの骨材を変えるっていうことですね。気持ちよさそうだね。スーッとこうゾリッとちょっとこう角を立てながらここほらこうしてここちょっと角立ちましたよね。気持ちよすぎて削りすぎるってことあります。けどあるんです、ね、まあ、こんな感じで削っていって、はい、今日はこれにて終了。あとはもうカチカチになるまでとにかく乾かして。それは何日ぐらいですか？1週間、うん、1週間ぐらいもう完璧に乾かそうさせて、完璧に乾いたら今度はあの色塗りの作業に入っていくので、色塗りをする前には吸水調整って言ってね、あシーラーってやつですね。ちっちゃいものでもやったあのシーラーをまずは塗って乾かして、はい、それからベースの色、下地のベースの色を塗ってから石の色をつけていく、はいはいはい、じゃあちょっとまたその先の作業っていうのをまた撮影させていただきます、はいはいはい、また来てください。じゃあどんな仕上がりになるのか、はい、楽しみに、はい。